ロイドご飯の時間がやってきました。はい、どうも、今回は高田の馬場駅からすぐ濃厚つけ麺のこちらの店、ハスボムです。というわけでご覧いただきました麺屋武蔵竹虎さんのド濃厚つけ麺でした。まあ、自分も以前に比べるとですね、いろんなお店でつけ麺をいただくようになりましたが、まあ、世の中に濃厚つけ麺っていうね商品名は私多いと思いますが、この一杯は本当にもうドをつけてド濃厚としないともうダメだろうというから本当にもう濃度が高い、一杯でした。で、どんぐらいかというと、この麺はご覧いただいた通りもつるっとした表面に見える麺じゃないですか。ところがこのつけだれに通すとなかなかこうすすり上げられないぐらいのもう粘度と言っていいぐらいのね、こう濃度を
があるつけ、だれスープでした。うん、でうまいです。もうこの一杯をですね、まあ、つけ麺大好きでも結構な濃厚つけ麺食べ尽くしてという方にこそこの一杯で、ね、ぜひ食べてほしいなと思いました。はい、自分次回伺うときはですね、まあ、本当に麺は中盛り大盛りにして本当にちょっとつけるだけでもたくさん麺いけるぐらいの濃度うまみもたっぷりのつけだれなんで、まあね、ガツガツと食べに行ってみたいなと思いました。そしてちょっとね頼んでみて粘度がちょっと高すぎるなという方は、割りスープ置いてありますんで自分好みにね調整しながらいただくこともできるのもまたこのお店のいいところじゃないかなと思いました。はい、というわけで麺屋武蔵高虎さんのど濃厚つけ麺でした。ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた。